ということでございましてですね、はい、大阪実は我々は結構あれなんですよ、あのね、また来ました、そう、また来させていただきました、はい、2回目です、2回目ですよね、はい、あれ何月でしたっけ、あれ何月でしたっけね、9月30日、9月30日、すごいありがとうございますということでございましてですね、今回はですね、ASUS、オーラシンクワールドということで、はい、オーラシンクワールドということですね、はい、ということで、ですね、ASUS さんのですね、誇るですね、 RGB コントロール機能ですね、オーラシンク、オーラシンク、これのですね、全容を皆さんに見ていただくということですね、はい、あとはですね、村井さんが何かやるそうです、何かやります、雑だな、はい、雑、何をやるんですか、何かやってもらいます、はい、ということで私がですね、テクニカルアタッカー高橋俊也、まあ、改造バカとか言われてますけれどもね、はい、はい、そして声優の村井梨紗子です、はい、そして、はい、ASUS ジャパン佐藤明と申します、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。じゃあ席つきますか、はい、はい、このお正月とクリスマスが入り乱れた感じがいいですよね、これまだ12月23日ですよ、ね、なのにあそこまでクリスマス追いやってクリスマスお正月メインな感じが、ね、画商というところで画商ですね、これがアップロードされるの、ね、年末ぐらいですか、ね、年末ぐらいですかね、はい、ちょうどいいぐらい、いつアップするの、いつアップするの、いつかな、明日早かった早い、まだいいじゃん、早いよ、仕事が早いんですよ、早いですね、なんでここだけ早くするな、あ、それは置いといてですね、はい、ということで こちらの方ですね、今回ですね、出張ドスパー TV ということで一応収録を、させていただいて、で、後ほどですね、まずい部分をカットした上でまずい部分を、はい、アップロード、はい、させていただきます、お客さんの方は基本的に映らないと思いますので、はい、ご安心ください、はい、ということで、行ってみますか、はい、では早速行きましょうか、はい、はい、まあ、今日はですね、スパラシテ TV のね出張ということで、オーラシンクワールドという題名でですね、前回は札幌をさせていただきましたね、はい、寒かったですね、札幌寒かったですけど、すね、結構たくさんのお客さんに集まっていただきましてね、うんうん、であとですね、重要なこと一つ忘れておりました、あちらの方のですね、後ろの方にですね、PUBG、PUBG、はい、PUBG ですね、はい、はい、PUBG、はい、こちらの方、昨日でしたか一昨日でしたっけ、ついに製品版がリリースされた、やっと正式版、はい、正式版に出たからね、はい、新しいマップとかも増えてね、そうですね、はい、あちらの方でですね、試遊、試しに遊ぶことができます、で、ですね、我こそはと思う方はぜひですね、ドンカツまで行ってください、はい、で、ドンカツが、出た場合はですね、超豪華な商品が、プレゼント、はい、なんとあ、ここにこちらです、すごいですね、こちらですか、すごい、はい、オプタンオプタネオプタネオプテンメモリですね、オプテンメモリ、はいはい、16GB をですね、もう、一番最初に出された方にプレゼントいたします、おすごい、16GB、はい、これでですね、ハードディスクも SSD 並みに速くなるというんですね、はい、もうですね、はい、で出なかった場合はですね、またですね、ちょっと考えて、なんとかですね、皆さんに持ってってもらうような形を、はい、撮りたいと思います、はい、ぜひね、はい、皆さんプレイしていてくださいね、なんで、ドンカツ出そうになったらですね、そばにいるスタッフの方にですね、あ、出そうって言っていただいてそうすると出そうと言っていただいて、はい、実況に切り替わりますんで、はい、切り替えていきますんでね、はい、ということですね、はい、はい、一応前説はこれでいいのかな、はい、大丈夫だと思います、後で、はい、あと、あ、こちらお配りしてますか、お配りしてるものの中にですね、はい、こちらが入ってると思うんですけど、はい、こちらの中でね、後でちょっと、そうですね、そう、本日の教科書ですので、こちら皆さんぜひね、めくりながらお話を、問題出すかもしれません、出さないかも、示す、赤線引いてもらってはい、ということですね、はい、はい、では早速いきたいと思いますですね、はい、お願いします、はい、ちょっとですね、大阪何回か私たちもイベントやったことあるんですけど、改めてちょっと会社の説明ね、はい、させていただこうかなと思います、お願いします、はい、なんて読むか知ってますか、村井さん、エイスース、 あとこの、ね、オプタンは読めなくてもねこちらは読めますよ、読めます、ありがとうございます、そうですね、エイスースという会社でして、はい、モチーフとしてはですね、これペガサス、ペガサス、ですね、知恵と知識の象徴といったところですね、賢い生き物なんですね、後ろの4文字を取ってエイスースという会社名とさせてもらってますね、これなんで後ろの4文字だったんですかね前だとペグになっちゃう、ちょっとペガス、ペガス、
呼びやすいようにエイス、はい、エイスーズ。でもあれでしたよね、佐藤さんね、あの当初はかなりあの、呼び方で混乱していて、はい、はい、あ、そうなんですね、いろんな呼び方、ね、アサス、それからね、うん、まあいろいろあったな、アサス、それからアサス、あとね、アサステックって言って後ろにテクノロジーのテックがついてる時があったんですよ。TK ってついてましたね、はい、皆さん結構うんうんって感じのお話ですか、うん、こちらはエイサスって呼んでた頃もありましたね、はい、そうなんですね。でそれがですね、まあ、メーカーさんの方からですね、あのエイスースということでよろしくお願いしますとそうですね、はい、でこれで統一されたはい、そうです、はい、私が勤めてる会社もエイスースジャパンっていう、はい、エイスースジャパン会社ですね、はい、はいはい、ではちょっと会社紹介していきます。従業員数がですね1万7000人もいますと。すごいですね、はい、でその中で、開発関係で、まあ、所属している人間が5500人いますと。で約3分の1ぐらい、3分の1がもう技術関連っていう。そうですね、すごい珍しいですよね、はい、まあね、あの ASUS、 ASUS って我々パッと言うとどうしてもあのマザーボード、ビデオカードっていうのが思いつきますけど、実はね携帯電話からタブレットからものすごい作ってるところなんですよ。あ、でも確かにありますもんね、 ASUS さんのドライブレコーダーとかルーターとか、はいはい、最近はそういったものも、あの Wi-Fi ルーターは結構あれですよね、あのいい感じで人気になってますよね。ありがとうございます。強いのよ、力が よく飛ぶ、よく飛ぶ、力が強い、あ、どう、そういうことですね。ゲーム向けとかそういったものもね今出してますんで、ある会社であのオフィスにあのASUSのルーターを置いたら近くの小諸そばまで届いちゃう、電波が飛んだっていう、みんな使っちゃう。いやいやいや、それちゃんとセキュリティ設定してますね、はい、大丈夫。パスワードがね、あります。はい、はい、そして拠点が、950拠点ありますと。まあ、オフィス以外もサポートセンターとかね、はい、含めて、まあ、それぐらいありますよっていったところですね。はい、もうあれですもんね、ワールドワイドにカバーしてますもんね。そうですね、いろんなところに拠点、一番大きいオフィスはインドって言ってましたね。インド開発者だ、多分、はい、インドが多い。あ、そっかそっか、インドの方、そうそうそう、数字強いですもんね。そう、インドの人はもうプログラムっていうのも世界で一番ですからね。あ、そうですね、世界一なんですか。そう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 、すごい、うん、あの人数的にもクオリティ的にも実はそうなんですよ。へえ、うん、すごいな。カレー食べたくなってきますね。なんで、なんで、さっきたこ焼き食べました食べ物のことばっかり言っても本当に、はい、いやいやいや、次行きましょう。はい、はい、あと1番ということですね。お、1番、マザーボード、会社設立がですね1989年、村井さんが生まれる前ですね。ちょっと前ですね、ちょっと前ですね、うんうん、エイスースは、5億4000万枚以上のマザーボードを出荷してますと。おお、で地球4周分相当の数量になります。4周分。佐藤さん、はい、基準がよくわからないやっぱ ATX をこう縦に、まだ計算してないですけど、縦に並べたら地球4周しちゃうんじゃないかっていう。もしかしてあのちょっと稼ぐ距離稼ぐ対角線で斜めに並べたりとか、ズルをするっていう、ちょっとこれちょっと分かりづらいと思いますから実はこれ2年前ぐらいの数字なんで、あ、そうなんですか。もっともう今はもう5周ぐらいするかもしれない。5周ぐらいに5周いってるかもしれないですね。はい、すごい。先日はですね、10億ドル、うん、ビデオカードを出荷しましたっていう。10億ドル、10億ドル、何ビットコインですか、それもう単位がどんどん分かりづらくなっていくっていう。仮想通貨で、仮想通貨はい、そうですね、12年連続ですね、はい、BCN アワード、まあ、これはコンピューター関係のアワードですね。こちらを12年間連続獲得させていただいておりますと。この BCN っていうのはまあ、サンプリングした店舗 のリアルな要するに売上情報っていうものを積み重ねるんですよ。です、ね、はい、なんでこれは本当に、売れているっていう、まあ、信頼できる数字っていうふうに、はい、まあ、信頼できる賞というかね、数字というか、う、ね、我々はそういうふうに一応見てます、はいはい、でも小学校から高校卒業するまで解禁賞みたいな凄さですもんね、これ。ね、ちょっと離れたかな。離れました。いやいやいや、12年といえば。12年といえば。そうですね。あ、そういう意味でね。そういう。12年でってこと。12年ね、すごい。本当だよ、その通り。あ、ね、解禁賞じゃなくて、なんていうの、首席というか、トップを取り続けた。なるほど、なるほど。パターンですかね。学年1位ね。学年1位をずっと取り続けた。12年間。12年。すごいな、それ。すごいです。学年1位なんか通ったことない。どん、いや、あなたのあれはとりあえず置いておいて、まああれなんですよ、本当に安定してるっすよ、はい、すごいですね、ありがとうございますっていうところでですね、はい、はい、じゃあ今回、まあ
今年ですね、はい、新たに出ました第8世代 Core i7 のですね、はい、コーヒーレイクと呼ばれるコーヒーレイク、ね、S というやつですけれども、はい、そちらの方基本的にはですねこれからお見せするのはこの中のものを抜粋した形になります、はい、こちらから教科書がね、はい、登場しますよ皆さんということでですねあの日本一真面目なテクニカルライターと言われているです、ね、この私が一番真面目な、はい実はですね、先日もですね、大阪の方にですね、まあ来てですね、インテルさんが主催されてる、はいコーヒーレック S の方のですね、あのイベントでこうぐるぐる回らせていただいて、うん、まあドスパラさんの方にも来たんですけれども、うん、そちらの方でもですね、こちらの方配ってて、もうご存知の方もいらっしゃるかもしれません。はい、で、第8世代、の、コアシリーズということになります。はい、ということで、次お願いします。はい、はいということでですね、まあ自作っていうとですね、やっぱりトップのまあ、モデルをですね皆さんこう注目されると思うんですけれども、Core i7 のですね 8700K でこれでですね何が一番すごいかっていうともう完全にですね、6コア要するにですねコアがですね要するに、コンシューマー向けの、超ハイエンドというかハイエンドの、モデルでですね、コアが増えたのって実はですね約10年ぶりぐらいなんですね、うん、そうですね10年ぶりなんですかそうそうそうずっと4コアだったんですよでそれがですねついに6コアになりましたと6コア12スレッドっていうことですねでですねまあコア数だけだったら実はですねコア X シリーズという、うんまあ、スカイレック X ですねあちらの方があってですねコア数だけだとまあなんだかなっていう話もなるんですけれども、まあ、とにかくですね、早いですで、うん、マルチスレッドっていうのはですねもういろんなところに効いてくるんですけども基本的にはエンコードとかそういうことに効いてくるんですけれども、じゃあどうなその前にですねあとですね、Core i3 とか Core i5 にもちょっと注目していただきたいなというふうに思うんですね、はいはいうん、で特にですね、Core i3 これついに4コア4スレッドになったんですね i3 なのにそう4コア4スレッドですね2コア2スレッドとか2コア4スレッドだったらああなるほどなと思うんですけど、うん、4コア4スレッドっていうことは4コアの物理コアのパワーがもうダイレクトに出るってことなんですねそうですよね、はい、なんでコア i3 ですらもう侮れないのがコーヒーレイク S という感じなんですねなるほど、はい、ということでですね、まあ、いわゆる PUBG、PUBG ですねプレイヤーアンノーン、バトルグラウンズですねこちらの方をですね実際に、プレイしてみましたというですねベンチマークのこれはフレーム数ですね、はい、フレーム数の方出てるんですけれども、こちらの方はですね画質を8ページですね皆さんテキスト8ページです、ね、こちらはいということです画質をですね高にして、どれぐらいのフレームレートになったかっていうのをですね、見た数字です、これはですね私の友達の鈴木さんっていう人が実際作ったんですけど鈴木さんはい鈴木さんですねで、ですね、Core i9-7900X が実は一番上に来てますこれがですね Core X シリーズですねこちらの方ですねあくまで比較のために持ってきたんですけども面白い数字が出てます、はいうんはい、そうですよね、はい、これ真ん中のそう、Core i7-8700K コーヒーレイク S がですねやはりトップなんですね、うん、こちらの方がで、ですねこちらの方、ま、実はですね基本的に全部同じビデオカードを使った結果です1080Ti、はいそうですね、はい、1080Ti の方を使ってます、はいはい、で、7700K とですね実はそんな変わらない、はい、でこの理由というのが実はですねシングルコアのスピードがこれが影響してます、うん、でシングルコアの、純粋なスピードだけで比較すると 7900X よりも上に行くっていうそうですね、はい、感じなんですね、はい、じゃあ次お願いします、はい、でこれがですね実に面白い結果なんですけれども、これはですね、一つの PC で、まあ、PUBG をプレイしつつそれを X スプリットという配信ツールを使って、まあ、ライブ配信をするっていうか配信をする、うんうん、なおかつその PC に対して録画もかけてますおそのプレイの画面をいろんな処理が一気に、はい、一気にいろんな処理が走る3つの処理をしてるんですね、 そうですね、はいはい、基本的には3つの処理をしてるんですけどもそうするとですね今度はですねマルチコアが生きてくるんですねおなので、7900X がですね画前生き返ってくるというかですね、 本当ですね、はい、上に来てますけれども、うん、Core i7 の 8700K が実はですね、まあ、結構いい数字を出してる確かに確かに、うん、そんな変わらないですもんね言ってもそうなんです、ね、コア数だけじゃねえぞって、ねはい、そうですね、うん、CPU のコア数が多いと、FPS の落ち込みが、少ないっていうふうには、まあ、小さいとは書いてあるんですけど、うん、もうその通りなんですね、はい、ただ、マルチコアの、まあ
4コア、それから6コア、あとはあれか、10コア20スレッドですか、はい、で、ですね、それなりの数字になっているという感じ。ただだけど、10コアと6コアを比べてこの落ち込みはやっぱりすごい、この落ち込みの少なさはすごいでしょ、すごいですね、はい、いうことですね、はい、ということで次を、はいはい、ほら終わっちゃった、ということでございましてですねコーヒーレイク S、ですね、一番後ろになぜ最近 S ってつけてるかっていうとですね、何の S ですか。ですね、実はこれソケットっていう意味なんですよ、はいはいはい、でデスクトップ向け の, セグメント、まあ、区分けっていうことですけれども、いきますとその Core i7 の 8700K あたりっていうのは、LGA1151 というソケット使いますけれども、うんうんうん、ソケットに対して取り付けると、だから S っていうのがついてるんですね。そのまんまですよ、はい、そのまんまですよそのまんまです、うん、あとだから U とか、はいはいはい、そういうのがセグメント分けで出てくるんですね。 U ってのはユニットですか。ユニットじゃあまあね、ユニは何ですか。まあそれでいいや適当適当適当、もうめんどくさくなってるじゃないですか、はい、で詳しくはですねこちらの方ですね見ていただいてですね、テキストにね書いてありますのでね、コーヒーレッグ S、これを見るとですねもう思わず欲しくなっちゃいますんで、下の方でですね、うん、Core i7 の 8700K とそれから ASUS のマザーボードそうです、ね、買っていっていただければ、もうなんかすごい購入されたのが本当だ、すごいすごいあ、まあ、一番売れてるやつだ、はい、トスパラさんで、ありがとうございます。あれがコスパがいいんですよね。コスパがいいんですよ、いいというところで、はい、そのマザーボードの解説をしようかな、はい、とちょうどいいタイミングで、はい、ちょうどいいタイミングですね、はい、ねえ本当にこれぞ鉄板 ASUS Z370 マザーボードゲーミングマザーボード編ということですね、はい、やっぱりまあ今も PUBG のねお話とかもさせていただいて、はいね、やっぱりゲーム用途っていうのがかなり今多くなってきますと。当然あちらの方が買われたやつがメインですよね。そうですね、ちょっとドキドキしました、はいはい、今回 ROG Strix Z370F ゲーミングという商品ですね、はい、こちらの方をちょっと解説させていただこうと思います。お願いします、はい、まず3つですね、ちょっと特徴をこれから解説していこうと思います、はい、まず1つがオプティメモテクノロジーというところですね、うん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 、オプティメモテクノロジー、オプティメモって何でしょうね。オプティメモって何でしょうね。オプティメモ、オプティマイズ、オプティマイズ、あ、そうです正解です。オプティマイゼーションっていうところですね。オプティマイゼーションですね、はい、で、もともとですね、T何でしたっけ、 T トポロトポロギーT トポロギーっていう、はい、トポロジーでよろしい、トポロジーですね、トポロジートポロジーっていうところ で、ね、CPU とメモリー経路のですね、最適化をしている機能っていうのがもともとあったんですけども、はい今度はですね、メモリの波形ですね、メモリ信号の安定化っていうのを Z270 以上に測った機能となっております。なるほど。それによってですね、安定性が伸びまして、メモリのクロック数 3600MHz 以上の商品、まあ、4×16 とかね、はい、そういった商品今ちょっとメモリ高くなってきちゃってますけども、まあ、人気なのは変わらずですね、うん、Z270 に比べて、上がってますと、はい、ね、はい、そしてパフォーマンスの部分でも最大 4000MHz、 4000ですよ、メモリー多分まだないんじゃないですか今知ってる3600とかこの中で、はい、ちょっとコークロックメモリー好きな人が、ね、いるんですけど、 G スキリあたりとかね4000ってあるんですか。4000ってありますか。あるんだ G スキルやっぱりね。あ、そうなんですね、はいはいはい、なんで Z270 に比べるともともと3866だったのが、まあ、4000までいってますと、はい、であとは、互換性ですね、キューブ L と言われる互換性のリストっていうのがあるんですけども、うん、こちらが 25% 以上増えてるってことなんで、まあ、使えるメモリがたくさん増えてますよっていうのが、ね、このオプティメモテクノロジー、はい、あ、実物が実物があそこにあれが4000 4000以上4000 4600すごいのがあるんですね。大丈夫ですね。で、まあ、メモリに関するですね、ちょっと豆知識を挟んでいくと、ですね、まだメモリ値上がりします。なので、多分来年の春ぐらいまでは怖い、そうですね、はい、続きそうな雰囲気なので、ですね、実はメモリとビデオカードは今買い時かもしれません、うん、ビデオカードはもう特にそうですね、 GDDR5 がですね、どんどん上がってます、はいはい、実際問題で、うん、あとですね、2枚だったらいいんですよ、メモリも、はいはい、2枚で、16ギガぐらいまでかな、そうですね、だったらいいんですけども、8ギガ2枚、これが4枚に増えるともう
かなり互換性の問題が出てきます。はい、多いですね。で速くなる、それからですね、あとですね、容量が大きくなるとどん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 ですね大変になってきます。という時にこの機能があるとですね、かなりですねすっきりと、メモリを搭載することができると。はい、はい、ね、25% 以上増えてるわけですもんね。いろんなメモリありますからね。はいはい、まあね、迷ったらマイセンにしときゃ大丈夫なんですけど、ね、センチュリーマイクロという千枚でした、ごめんなさい、マイセン、マイセンつったらあれだ、陶器だ、陶器間違えた、なんか聞いたことあると思ったらそっちになっちゃうんですよ。はい、はいはい、で続いてなんですが、 M.2 クーリングソリューションズというところですね、Z270 の頃に比べてですね、ちょっとヒートシンク大きくなりました。はい、はい、逆 L 字っていうんですかね、はい、はい、というところで、はいはい、M.2、ヒートシンクついてる M.2 の SSD とかね、そういったのが最近増えてますと、うんうんうん、もうこちら刺さってるのがプレクスターなんですね。プレクスターさん頑張って、はい、ヒートスプレッダーつけたのにうちのマザーボードだと使えねえぞ。これちょっといろいろあったんですか。あったですね、内部的に。まあ、まあ、やっぱ多少ある。多少ある。はい、ぶっちゃけちゃった。で、まあ、わざわざ剥がすこともなく今回からはですね、はい、上に重ね付けすることができますと。そうですね、あの M.2 NVMe の SSD の場合ですね、どん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 読み書きしてると熱くなってきます。で熱くなってくるとデータ破壊を防ぐためにですね、サーマルスロットリングという機能が働いて、うん、スピードを SSD にもあるんですよね、はい、落とします。はい、はい、でそれをですね、それを防ぐためには、まあ、ヒートシンクをつける。だからマザーボードメーカーさんですね、 ASUS さんとかですね、親切でつけたんですね。はい、そしたらプレクスタさんがおいおいっていう、うちのやつ使いやないかいって、もう両方とも使えるようにするのが一番って。そうですね、はい、うん、まあ、NVMe やっぱね、今オープンワールドのゲームとかやっぱ増えてきてると思うんですけど、そうですね、そういったところでやっぱ NVMe SSD っていうのがかなり皆さん導入が進んでるのかなっていうところですね。データね、読むときにね、待たされるんでちょっとイラッとしますからね。そうですね、実際問題としてね、はい、はい、そして今回メインのですね、来ましたよ、はい、オーラシンク、ASUS オーラシンクというところですね。はい、従来の RGB ヘッダー、さっきヘッダーの意味勉強しましたね、はい、ヘッダーピンヘッダー、ピンヘッダー、あ、ピンヘッダー勉強しました。はい、あれですね、はい、あれがですね、アドレスを指定可能な LED ストリップ対応の3ピンピンヘッダーっていうのが一つ追加されてますと、うん、はい、アドレス指定、アドレス指定です、アドレス、はい、アドレス指定は何でしょう、おーって言ってるけど、これはアドレスっていうのはこう、はいはい、住所みたいなものですよね。そうそうそう住所を指定してなんでドヤ顔なんですか。これ1番地光らせますって言ったら1番地黄色にします、はい、3番地青色にいいから、もう言いました、どうしたんですか。いやいや、何が起きたんですか。対応する LED、まあ、デジタル LED ストリップとかデジタル LED テープとかってまあ呼ばれること多いですけれども、はい、それの場合ですね、この LED をこの色に光らせたい、4096回帳 ×3 だと思うので多分1677万色だと思うんですけども、はい、それで光らせることができますよと。お、まあ、これを使って、まあ、いろんな自分色に染めることができる、自分色に、はい、俺色に染めてやるぜ。そう、あと光り方の効果ね、効果、効果、多分後で佐藤さんが実演してくれると思うんですけど、うん、いろんなその効果を楽しむ、なるほどなるほど、そういうことです ね、はい、ですね、ということで実際に村井さんに遊んでもらおうかなと思いまして、ぜひぜひ、はい、オーラシンクで遊びましょうっていうところですね、はい、やりましょうやりましょう。札幌の時はですね、中でソフトウェア触ってもらったんですけど、うん、今回はちょっとテープをつけてもらおうかなと思いまして、やったやったいや、ここで直接できるんですね。はいはい、LED ストリップっていう風に一応言うんですけども、うんうんうん、まあまあテープです。ストリップ？ストリップって、うん、まあ要するにテープよ。テープテープテープ、テープ、はい。テープですね。じゃあちょっと実際にいやらしいじゃないからね。ちょっとなんかそっちかと思っちゃう。としやさんのことだから。なんで？私加藤さんじゃないんだから。はい。はい。じゃあこっちからいきますか。ちなみにですね、今ですね、村井さんが着てるのはですね、まあメイド服ということなんですけども、ですね、コーヒーレイク S、ということでですね、実はコーヒー貴族さんっていうですね、絵師の方にですね、コーヒー、缶コーヒーのですね、イラストをデザインしてもらったんですね。はい。で、ちょっと村井さん、それいいですか？あ、はい。こちらの方なんですけども、ね、はい。
これですね、クリアファイルだとかでですね、あとあのコーヒーレイク S 発売の時はですね、これの缶コーヒーを作りまして、うん、それをドスパラの方で、まあ、コーヒーレイク S を買ってくださった方には持ってくださってる方がいらっしゃいます。すごい。ありがとうございます。配布したんですけれども、じゃあこれは面白いっていうかいいんで、じゃあ村井さんにもうこれ着てもらおうということで、本当にあれを作っちゃったんですね。ね、まんまのやつを作っていただいて、はい、そうです。あので村井さんに着てもらったらですね、かなりですね、あの堂々とした、あの背の高さを持たれているの、あの多分ここカットになるからまあ言っちゃってもいいと思うんですけど、アリスと増録のですね、あのメイドさんになってしまったっていう。わかる方いらっしゃいますか。はい、術式5の6とかね、そんな感じになると思います。なんか持つと、持つとね、そのまんまになっちゃうんですね。怒られるぞ、怒られるぞ、多分、いや、ここ丸ごとカットされたはい、じゃあちょっと、お、じゃあ早速やっていってもいいですか。今現在このマシンですね、あの実はですね、あのスタッフの方がですね、自費で、ケース以外は購入したという、実費です。はい、実費で、ケース以外実費です。はい、で、ドスパラさんのスタッフの方に組み立っていただいた。そうですね、はい、はい、店員さんの方めっちゃ綺麗に組み上がってきたというですね。このケースかっこいいですね。このケースもかっこいいですしね、グラフィックカードが縦に見えるので、はい、ですね、はい、見せる系ですね、見せる系ですね、はい。でこちらの方のマザーボードが他のメーカーだったらもうひっくり返りますけれどもこのケース自体もあの ASUS の ROG サーティファイドって言って、はい、あの他社製品でもですね、はい、ROG の認証を取ってるっていうのが特徴的な、はい、ですね、ここですかね、これ、はい、このマーク、はい、そうですね。でこちらの方はい、じゃあ村井さん、まずですね、マザーボードの右上にですね、この4ピンのヘッダーっていうのがですね、この辺ですかね、ピンヘッダーというやつですね。ピンヘッダーいるかな、いるかな、いますか、います、はい、はい、じゃあこいつ極性があるので、はい、こいつをちょっとつけてもらって、今の LED、 あの極性間違えても壊れることはないんですけど、そうですね、あの壊れる可能性もありますし、つかなかったらすぐ抜いてください、はいはい、大丈夫です。引っ張らない、引っ張らないツンツンしないでください。じゃあ、その商品呪術つなぎにできます。それ終わっ、はい、なのでじゃあもう一本追加しちゃいましょう。これ佐藤さん、最大300個ぐらいまでしたっけ。100ですかね。100ぐらい、あ、ごめんなさい、60です。60ですか、はい、60十分減ってきましたけど、ね、何メートルになるんだ、地球4周分。いや違うでしょ、60個でしょ、 LED アドレッシングするから今つけてるのは普通の LED テープになります、はい、アドレスではない、アドレスではないですね。じゃあ村井さん、はい、引っ張らないじゃあケースにちょっとうまい具合にちょっと縁囲うようにしましょうか。こいつ自体がマグネットのストラップになってるんで、はい、ケースにペタって、ね、普通の LED テープっていうことは、全色同じ色に、そうですね、はい、効果も、一斉に変わる、一斉にっていうところですね、はい、これこれでまた綺麗なんですよ。でしかもね、ちょっとお値段がお安い、安いです。そうです、デジタルになると、ね、途端に高くなるんですよ。ペッタン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 ね。今回使ってるのがこちらのシルバーストーンさんのやつですかね。余っちゃった、何をしてるんだ、隠そうね折らないでね、頼むから、はい、はい、じゃあ点灯式しますか、はい、やりますか、これですか、これですぐ、これでもう大丈夫ですよ。じゃあ電源ボタンを、はい、電源ボタンどれだ、プン、おちょっと待って、何あ、余らしてたのが多分、うん、グラフィックカードに当たってました。なんかあるよね、必ずね大丈夫です、これはゼロデシベルファンなので、あのビデオカードの方、これ70でしたっけ、これは70です、70ですね、はい、こちらの方ですね、GPU の温度がですね、一定以下の場合はですね、ファンが回らない、回らないです、はい、まあ純無音セミファンレスってやつですかね。セミファンレスってやつですね、はいはい、あ、色変わりましたね、変わりましたね、ブルーとかいろんな色に、はい、じゃあ今度は村井さんにですね、この本体ケース前も光るんだ、あ、そうです、そこの部分が、はい、じゃあ村井さんちょっと戻ってきていただいて、じゃあ村井なんか今言ったのまたちょいちょいカリカリ、ちょいちょいカリカリ言いますね。じゃあ村井さん左、爆音
音でしたね。爆音でしたね。こちらじゃあ座りましょうか。はい、はい、よっこらしょ。さっきあの実は下あ違う違う上の控室からあの降りてきたんですけども、もうすごい勢いでこたくし上げてどったんばったん降りてきた。そんなに降りたすごい、もうお姫様のように降りたじゃないですか。そうですか、はい、優雅にね、優雅にね、誰も信じてない、はい、すごい顔でこっち見てますよみんな、うん、よし、はい、ではですね、出てますね、はい、今オーラのソフトウェアを立ち上げました。シングルカラー、じゃあ、モードがですね複数ございまして、はい、たくさんありますね。スタティック、まあ、これはあの単色選ぶとかそういった感じですね。で例えばレインボーとか、レインボー、レインボーですね。カラーサイクル、コメット、コメットはコメットさん、水いや、まあ、まあ、いらっしゃいますね、水、はい、水星ですかね、はいはい、あ、はい、とかさざ波、ウェーブとかですね。おきらびやかな夜空というスターリーナイトとか、うわおしゃれ、おしゃれな PC をこちらのソフトウェアでコントロールできるというところですね。はい、じゃあちょっと好きな色、まず好きな色、スタティックとかで好きな色、まずスタティックを選ぼう。スタティックをまず選んで、選んでもらって、はい、でそこでも大阪だし黄色にしよう。大阪で、大阪だし、トラの色ですね。はい、でそこでねアプリあのアプリ、アプリ、はい、やると、お、あ、キーボード光ってる、マウスも光ってる、こっちも光ってますか黄色に？あ、光ってる。光ってますね。あ、大丈夫ですね。光ってるじゃん。で何が今光ってるかっていうと、はい、ま、上に出てますね。うんうん、マザーボード、VGA、本当だ、ね、はい、ここにキーボード、マウス。はい、メモリとストラップ、あとケースもストラップに含まれてますんで、なるほど、はい、全体的に光ってますよっていうところです。これ佐藤さん、うち、ASUS さんの製品としてはマザーボード、はい、VGA キーボードマウス、ですか、ですね、ですね、そういうところですね、はい、で認証、もう一個ありました。何ですか？ここにある、あ、ディスプレイ、これですね、ワンチョクディスプレイ、このディスプレイがね欲しくて欲しくてしょうがないですよ。で、ね、あの注目していただきたいのはあのバックが当然あの、オーラシンクに、まあ、合わせて光ってるのと、あとですね、それはね、ここ実はオーラシンクではないんですけど、ここはシンクしてないんですけど、あの光るというかですね、まあ、照明効果がある。そう、かっこいいんです、超かっこいいんですよ、これ。これパネルが予備入ってるんで、ここになんか切り絵とか貼るんですね、うんうん、はいはい、へー、あ、そういう自分なりのマークを。これ切り絵が貼ってあるんですか？あ、これはもともと ROG のマークがついてるんですけど。そうですね、よし、はい、じゃあちょっと色変えてみてくださいよ、まずそのスタティックで、スタティックで変えてみましょう、はい、じゃあピンクにしようかな。ピンク、おー、青、それどう見ても緑だよね。え、これ緑ですか？でさ、なんかさざ波やりましょうか、ウェーブってやつと、じゃらん、これなった？なってます、あの手元のキーボードとか。あ、ほんとだ、じんわ、こっちはどういう感じで、じんわりなってます、じんわりなってます、じんわりな、はい、なってますね。ていうか、なってなかったら困ります。あ、ほんとだ、なっとる、いいですね。レインボーとかも、レインボーとか、レインボー、わかりやすそう。レインボーが結構わかりやすいですかね。レインボーって言ってですね、真っ先にあのロックバンドが思いつく人は私と同年代です。あ、綺麗綺麗、完全無視されますね。いいですね、全部見える、はい、なんでもないです、なんでもないです、はい、スマートってなんだろう。スマートっていうのがですね、ちょっとクリックしていただいて、はい、これはですね、パソコンの温度に合わせて色を変化させることができますと。で、今の設定だと、40度だと緑色、うんうんうん、で50度、40度から60度以内だと黄色だす、ですと。これはマザーボードのセンサーのあれですかね、温度ですかね、撮ってるのは、はい、でセンサーも変えられるんで、ここで変えられるんです。ここの、あ、ここでここを CPU の、あ、 CPU でいけますね。ローディングがどんぐらい使ってるかっていうパーセンテージでも変えることができる。あ、そっちはあの温度じゃなくてローディングなんですね。そうですね、ローディングですね、はい、なるほどね。そういったのがあるんで、はい、まあ、あのよくなんか PC の、はい、温度を気にしてる、うん、なこう
作業して100度行きたくないとか、はいはいはい、そういった時にはこういったものにしてね、確かにすぐ分かりますもんね、はい、これなら 赤くなるとドキドキしますよねそうするとなんとなく冷やさなきゃ冷やさなきゃ、でそれでまあ他にもソフトウェア入ってるんで、はい、ファンコントロールをしてもらってね、はい、なるほど そ, うです、ねはい、そういったものに使っていただくのも有用かなと、はい、これはもうコメットやるしかないでしょ、コメットやりましょう、コメット うまくいくかな、緑色でここ通ります、キーボードのとこ通りますよ、本当ですか、どれどれ、あれ待ってます、一回クリックしたちゃんとできてないかな、お来るかな、来るぞ、来るかな、ちょっと明るい明るい明るいのでなかなか難しいですね、はい、来た、見えないですね、見えないですね、もっと分かりやすい赤とかの方がいいのかな、赤にしましょう、はい、でルーン、ちゃんとクリックしたもう3回したんですよ今私してます、このウンドゥって何ですかおっと語録が出ました、語録が出ましたねアンドゥですね、アンドゥアンドゥです、え、何ですかこれは、これはだから元に戻すっていう、あ、元に戻す、なるほど、なるほど、1個前に戻すみたいなところですね、ウンドゥウンドゥ、どっかの民族の言葉みたいな、ご録いただきました、村井さんですね、ツイッターの方でですね、ドスワンというですね、あ、やめてください、4コマ漫画をまあ連載されてましてですね、昨日か一昨日もね、上げてましたね、新しい AMD の新 CPU アシオンというのが登場しますので、はい、もうね、いや、何か間違えてるんですよ、毎回何かしらあるんではないかと、だいぶ本当ね、見てくださってる方もですね、趣旨が分かってきていて間違い探しですね、趣旨間違い探しじゃないですから、はい、本当に、まあ、とりあえずコメットはなかったことにしますね、そうですね、今レインボーのままで、はい、あ、レインボー、綺麗綺麗、はい、というところで、まあ、これが、まあ、オーラシンクで遊んでみようというところでしたね、はい、はい、楽しいですね、はい、自分好みにできて、あ、これも用意してましたね、これ、このスライドなんですけども、はい、ROG Swift PG27V9 っていう液晶ですね、はい、ちょっと、スライドの方に切り替えてみますか、ビヨヨヨン、ずっとビヨヨヨン、はい、これですね、はい、はい、こちらがですね、165Hz すごい、1ms で、WQHD でカービング液晶 1800R カーブしてますと、はい、でオーラシンクで G-SYNC 対応、G-SYNC 対応、すごい、これね、台湾の時にトシアさんに、ね、はいはい、これがやっぱり一番いいかなっていう感じで見てたんですよ、で、ね、これね、潔いのがスピーカーは搭載してないんですね、うん、でスピーカーはもう自分でその好きな、いい音、自分の好みの音のやつを使ってくれっていうのと、あとはあれですよね、やっぱりゲームの場合だとヘッドセットを使うっていう、はいはい、場合が多いの で、そうですね、もうこれはある意味その潔く、スピーカーはなしと、なるほど、ゲームをしてもらうためのモニターとしてね、はい、でさっきのですね、ちょっとベンチマークのところをちょっと思い出していただきたいんですけれども、はいはい、100とか超えてましたよね、超えてました、超えてました、そうですね、はい、そうするとです、通常のですね、一般的なディスプレイの場合だと 60Hz だともう画面がちょっと乱れちゃうんですね、うん、若干ね、そうなんですね、はい、で、自動的にっていうかですね、わざとその 60Hz 以下に落とすっていう設定まであるんですけれども、はい、こちらの場合はですね、もう 165Hz までいくので、もうそういう制限をかける必要はない、余裕のよっちゃんですね、はい、ですね、はい、まあ G-SYNC が乗ってるのでねまあこれ言うとカズさんに怒られるんですけどまあちょっとお値段の方は気持ち張っちゃう感じですね、はい、もうびっくりした、びっくりした、フライングしちゃいました、はい、はいっていうところですね、何気にたまにカタカタ言いますね、ねえ、なんか引っかかっとるね、はい、この子かな、はい、この後はちょっとね、はい、第2回の時は村井さんに PC をもっとデコレーションしてもらおうかなと思ってます、おお、はい、おー、また第2回は違う展開になるのですね、はい、もう楽しみですね、っていうところですね、はい、じゃあちょっとお店の宣伝をさせていただければなと、はい、はいはい、ぜひぜひ、難波店さん限定でございます、お、はい、出た、はい、オーラシンクでPC のライトアップを楽しもうということですね、ASUS のマザーボード、ビデオカードと今回のコーヒーレイクですね、はい、Core i7-8700K と、i3 の 8100 が対象になってるんですけども、うん、CPU、マザーボード、グラフィックカードを一緒に買うと最大5000円引きですと、おー、5000円なんですね、これはね、円引きですね、はい、円引きです、で、23日24日
今日明日ですね、はい、2日間限定となっておりますと。なんとなくよく週刊ドスパイ TV でやっているものの雰囲気がありますけど、そうですね、ここで多分5000倍っていうコメントが流れる、はい、コメントが流れます。はい、100ポイントというと100倍と流れるのが一応です、いつも流れですね。はい、で続いてですね、はい、来ました。今まあ、視聴者の方も対象になるんですけども、はい、まあ、Z37 チップセットの対象商品を買うとですね、はい、ROG ジャンというものを作りまして、はい、はい、今日もお持ちのお客様、あ、先ほど、ね、本当だ、ありがとうございます、全部持っていただいてる、はい、こちらがですね、はい、先着で、はい、お配りしてますというところでですね、先着、専用サイトがございますので購入証明とか送っていただくとこちらの ROG ジャンがもらえます、はい、今年いっぱいですね、これはね、今年いっぱいですね、はい、12月31日までのキャンペーンとなっております。大晦日、これがあの裏話をするとですね、あの、うん、法務部に確認をしたという、そうです、あのこのポスターもともとコーヒー豆いっぱい散りばめられ て、 なぜかてボのつく方ですよね、ボの方ですね、はい、スジャン、ボスジャン、スジャンベースになっているので、はいはい、大丈夫ですかって言ったらコーヒー豆はやめとこうかさすがにリスクが、ね、発生しますからね、はい、はい、続いてこちらがですね、出ました、 PUBG、 PUBG ですね、 DSP 版 Windows 10を購入して、はい、まあ、パーツバンドル製品を買うとですね、100名様にですね、はい、PUBG グッズが当たると。PUBG グッズ、 PUBG グッズってなんだ、あの汚いジーンズとかそういうやつ、そういうことですか、フライパンとかバールのようなものとか、バールのようなものマチエテとか、マチエテ、あ、フライパンね、確かにね、フライパン強いんですよね、あれね、ね、カキンカキンって弾きますからね。そうそうそう、でもさっきやってた時私フライパン拾おうと思ったら殺されました、ヘッドショットで、まあね、こういったものがもらえるキャンペーンですね、はい、来年の1月22日までやってます。佐藤さん、これ質問があります、はい、これはどこがあれですか、主催してるあれなんですか、これ Windows 10、 あ、なるほどなるほど、はいはい、代理店の方です、はい、ということですね、はい、Windows 10いいですよ、 Windows 10にしましょう、これまだ Windows 10じゃない方っていますか、はい、じゃない方いらっしゃいますか、あ、いらっしゃいますね、いらっしゃいます、はい、じゃあぜひぜひ。グッズ何もらえるんですかね。フライパンですよ、だから。なんすか、なんすか。オリジナル T シャツ、あ、かっこいいのありますもんね。そう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 。結構キル、何キルとか。何キルとか。ドンカツとか。あれか。ありますね。あるある。うん、かっこいいですよ。なるほど。よかった、汚いジーパンじゃなくて。もらってどう、またかりかり。ダメージジーンズも嬉しい。加藤さん履かないですからね。KTU さんは履かないですね。加藤さん履かないです。履かないです。パンツ。そう、コートと、ヘルメットとブーツは履いてもパンツは履かない。パンツというか、まあ、ジーンズは履かない。でもさっき思ったんですけど、はい、新しく実装された砂漠って結構すっぽんぽんの方が目立たないですよね、あれ。あ、そうですね。ちょっと思いました。あ、なるほどね。割と変態の方がこう有利になるゲームだぞ。カモフラージュしてる感はありましたね。そうそう、肌色だし、砂と、あの砂と影的な雰囲気の、そういう感じです。で、でも森がないから、はい、森がないから加藤さん寂しいですね。そうですね。1月22日までですね、こちらの方、はい、そうですね、はい、はい、こちらがお知らせとなります。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、という感じなんですか。はい、1回目はこういったところでですね、はい、ですね、はい、こちらの方ですね、あの本当に参考にしていただいてですね、株式会社インプレスと、主に鈴木さんというライターさんが鈴木さん、私は全くタッチしておりませんけど、はい、っていうか最近ね、こういう真面目なものは私書かせてもらえないです。基本お笑い。最近どういうのが多いですか。最近はですね、最近はね、なんかね、車のこととか、あと PC ないっすね。でも確かに私これ見て、お友達のライターさんが、え、これライターさんがやるの、えって思いました。それは私を普段見ているから、こういうものに縁がないだろうと、ライターというものはと思ったということだね。そう、はい、まあ、これが本当のライターさんのお仕事なんで、ね、これがね、本当のライターさんなんですね、はいはい、すごい、ね、私だってね、昔はね、マニュアルとか書いてたの、ちゃんとやってました、ね、はい、やってましたね、某徳島のね、あれは違う、俺デザインしたんだ、あれ元々デザイナーなんで、あ、でもそうですよね、すよ、この、はい、ドンカツじゃなくて、あの、トラブルイズマイビジネス T シャツもね、デザインされて、おしゃれですもんね。まあ、そんな感じでございましてですね、ASUS さんと言ったらですね、やはりそのマザーボード、さっきも言いましたけども、はい、ビデオカードっていうふうにで、あの、できたんですけども、あの、キーボードマウス。キーボードマウス、はい、はい、うんうん、ROG ですね。こちらも。はい。ぜひですね、注目していただきたいな。
これなんとですね、サッサもうもう発売してます、発売してます、はい、なんとなんとえいっおー、ペンキーが左利きにも優しい、どっちにも移動するよっていうやつですね、しかもメカニカルキースイッチ、このマウスもね会社で使うと、うん、手が大きい私にもちょうどいい、あとね、隣の人がイライラするっていうですね、いわゆる青軸系の、はい、やつですね、カチカチ音が、はい、ただですね、あの、エンターキーをですね、ターンと叩くとですね、お前地獄の三沢かって言われるっていう、はい、ターン、あの、マウスとかもです何が起きたマウスとかも、あれです、ちゃんとですね、ROG マークあの入ってますんで、はい、そう、すごい握りやすいです、はい、ちょっとね、あの、大柄な感じのマウスでありますけれども、ね、そうですね、はい、で、まあ、当然オーラシンク対応と、そうです、そこにスナイパーボタンもあるんで、ね、スナイパーボタンもあるんですね、はい、チートじゃないですよね、チートじゃないですね、ちょっとドキドキしますけど、はい、まあ、そんな感じでございますかね、はい、はい、ということでですね、あの、ぜひですね、これを機会にですね、まあ、ちょっと下寄っていただいてですね、本当にあの光るパーツ、あの、いっぱいございます、あの、最近だと電源とかも出てきましたね、はい、先週レイドマックスさんから、あ、認証を取ったやつですか、はい、SS オーラシンク対応の、おー、すごい、電源です、電源にファンついてるじゃないですか、そう、あ、電源のファンがあるんだ、そうなってくるともうあれですよね、あの、見せるケースにしないと、うん、密閉しちゃうとあまりにも悲しいものがありますからね、そうですね、もったいないですよね、はい、で、本体ケースももうあるし、そうですね、うん、ですね、あとメモリは G スキルさんの方から出てましたね、確かに、はい、はい、G スキルさんも出てますね、はい、まあ、各メーカーいろいろ出てると思うんですけども、電動ファンの方ももう、もう、あの、もちろん当然出てます、はい、あと光ってないパーツって何ですかね、光ってないパーツ、あと何ですかね、 SSD も光るやつ出るんですよね、今度ね、確か出るんですよ、光る SSD ですよ、光る SSD、 本当に、あとハードディスク、ハードディスクはあのね、全く意味がないので、そうですよね、うん、で、それはね、どうするかっていうと、テープ貼っちゃえばいいわけですよ、あ、なるほど、なるほど、あの、一般的なやつの、今回使用したようなあのテープっていうのは途中で切れるんですよね、そうですね、え、これ切れるんですか、はい、自分で切ることができます、そうそう、うん、で、好みの長さにする、もしくはですね、あの、両面テープでこうぐるっと貼ってもいいですし、そうですね、あとね、分岐させる、Y 字ケーブルだとかも出てますんで、はい、まあね、あんまり接続しすぎると、結構ですね、あの、電気食うので、全体の電気の、量としては全く問題ないんですけれども、ですね、あの、一つのコネクターに対して電気がかなり強くなってくるので、 あんまりやらない方がいいです、はい、増やしすぎるの増やしすぎるのはちょっと良くないですね、全体としては大丈夫です、高だか LED の電気ですから、はい、はい、まあ、そんな感じでぜひですね、その光る、というのが実はもうこれ、なんつうの、第2期っていうか、そうですね、10年前ぐらいに、はい、いろんな色のファンが出てましたね、出てましたね、はい、でそれがあの今回 LED、 あの、違う、 RGB ですね、こちらの方でですね、またですね、コントロールできるということで、はい、うん、あの、楽しめるようになったので、ぜひチャレンジしていただきたいな、はい、今なんかツイッターで私き、あの、ハッシュタグでクリスマスだからなんかお前の PC さらそうぜみたいなハッシュタグで見てて、はい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 、みんなやっぱり結構光っててかっこいい PC、あれは ASUS さんが発したやって、あ、そうなんですか、そうそうそう、あ、へー、すごい、あれを見て楽しんでます私、なんか机をさらして、はい、なんかかっこいい PC を見せましょうみたいなやつですね、はい、そちらの方はあの ASUS さんの、 あの、ツイッターのアカウントの方から多分あの探せると思いますので、そうですね、はい、はい、ぜひですね、楽しんでみていただきたい、はい、さらしてください皆さんもぜひ、はい、あとは、まあ、あのセールの方ですね、これ言っとかないとですね、後でドスパさんの方もう歳末呼ばれるので、歳末セールやっておりますよ、はい、あの皆さん、あのボーナスとか、あの我々フリーにはね関係ない、うん、ね、村井さんね、何の関係もない、佐藤さんもらったんですか、いえいえ、ボーナスもらったんですか、あ、これはもらってるぞ、もらってますね、提供してるけど私たちに、すげえ答えづらいです、あのぜひですね、あの、まあ、年末年始に向けてですね、ちょっと買っていただいて、今やはりあの自作 PC っていうとゲームに振ってますので、そうですね、まあ、あの、うん、ちょっと良さげなあのビデオカードを入れていただいて、PUBG だとか楽しんでいただきたいなというふうに思います、ね、はい、今買い時ですから ね、 そうですね、値上がりの前にぜひぜひお願いします、ほんと上がりますよ来年、わあ、怖っ、あの多分1月ぐらいから着々と上がってきます、ジュ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 ン、いつまで続くかがね、実はちょっと見えないんですよ、なんか秋葉とかだともうビデオカードを購入制限かけてるみたいですね、はい、1人2枚まで、本当ですか、いくつかあの要因があるんですけども、まあベーシックなところでいくとメモリチップが足りないもう、うん、で、そうですね、あともう一つですね、マイニングが影響してるんですよ、出た、はい、マイニンガー、
マイニンガー、マイナー、マイナー、マイニンガー、マイニンガー、ドスパラ TV 用語、マイナー、マイナーさん、マイナーさんですね。あそこら辺が影響してまして、もうとにかく需要に供給が追いつかないっていう、しばらく続きます。おー、はい、だからゲームしたい人でもなかなかちょっと、そうですね、買えないってなるともったいないので、そうですね、はい、ぜひこの年内中には抑えといた方がいいんじゃないですかね。抑えといた方がいいような気がします。はい、これは営業的なもんではなくて、友達に聞かれても私そういうふうに言ってます、はい、そうですね、答えると思います。はいはい、あとですね、皆さんマイニングに挑戦していただいて、あっ、お急に、はい、全然掘れませんから、ね、正直難易度が上がっちゃって、はい、そうなんですね。今日まだドンカツ出てないんでね、札幌では出ちゃったんですよ。そうなんですよ、最後の最後で、ね、最後の最後、超うまい人たち2人ぐらい来て、で最後の最後に本当に出したんですよね。狙って出しましたから ね、 そうですね、あれはびっくりしました。だって普通に2位取って、その前も、うん、でそれからの1位でしたもんね。そうそう、あの方たちね、いやもうむしろすがすがしい、もう喜んで持ってってくださいって、ね、でも私みたいに初心者でもうっかり取っちゃうことあるので、皆さんぜひ挑戦してくださいね。伝説の回です、はい、伝説の回ですね。伝説の回で本当に神回、本当にひどい回だったな。いろんな意味で神回です本当に。はい、こちらの方ですね、どんかつ、先着1名様に、こちらの方持ってってもらいますので、はい、あとは何かあれですか、宣伝告知等々。今日ね、アニメプロジェクトの方にですね定期定例イベントが、そう、ね、そう、私がリーダーを務める声優アイドルユニットの定例公演が本日ね、東京の方で行われているんですけれども、なぜあなたここにいるんですか。リーダーなんでしょ。ポリ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 、あげくメンバーのお一人がインフルエンザになってしまったというですね。そうなん、これ公式で出てんのかな、やばい。え、あ、出てた、出てる、出た、公式でな、そうだからまた集団感染が起こるんじゃないか。3年前の ねクリスマスに定例公演した時も一人インフルエンザで休んでその後のクリスマス本番もメンバーの半分以上がインフルで倒れましたからね本当に呪われてるグループです。あ、そうだ、それともう一つ実は面白いことがあったんですよ。何ですか。全く関係ないよ、全く関係ないことなんだけど、私東京から、まあ、こちらの方に来る、まあ、当然新幹線で来るので、うんうん、ですね、東京駅まで、はいはい、中央線で行かなきゃいけなかったね、はい、あ、なるほど。だね、JR は東京の場合なんですけど、突然女性の声で緊急停車しますっていうアナウンスがパンと流れて、ドーン止まったんですよ、うわ、中央線が。で、なんじゃこりゃと思ってたら、ちょっと異音がしたから、車輪のところから異音がしたんで、ちょっと待ってねって言われて、怖い怖い、でだから今運転手が調べてるからって言ってで、結果分かったよって言って、カラスが置き石をしたカラスが、カラスが、そんなことあるんですか。いやでレールの上にピンポイントで置き石するカラス、そうそうで、私が思ったのはそれ本当にカラスっていう確かに確かに、まずそうですね、そうそうそう、まあそれを置いといて、そういうのがありました。で、新大阪着いたんですよ、着いて、で、タクシーで、ドスパさんまでっていう、まあ、ここは日本橋3丁目かな、そうですね、で、までって言ったら、あ、ね、すぐそこでね、5台の玉突き事故あったんでね、ちょっと、通るの20分ぐらいかかるから遠回りするからって運転手さんに言われて、お願いしますそんなあったんですか。来るまで結構かかりましたね、はい、本当ですね、はい、持ってるな、やっぱり帰りの新幹線楽しみしてください。巻き込まないでください巻き込まないで、帰れなくてちょっと、まあそんな感じでございましてですね、はい、ぜひですね、オラシンク、楽しんでいただければと思います。はい、楽しんでください、はい、ということで第1回の方を終了とさせていただきます、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。